これちょっと大事なんでリード文読んでいきますね。ペーシングとは、文字通り相手にペースを合わせる。つまり、相手との間に様々な共通点という言葉が入ります。最初の鍵がこれ。相手との間に様々な共通点を見つけたり、相手の話し方や表情など、いろいろなことを意識的に合わせていくという意味です。 人は誰でも初めて話す相手には少なからず警戒心を抱き無意識のうちに防衛本能が湧いてきます。しかし相手と出身地や趣味が同じであるなど共通点を見つけることで急に親密感が増したりします。それは共通点が見つかるとこれですね、安心感。安心感が湧いてくるからです。相手のいろんなことを意識的に合わせていくペーシングは短時間の間に安心感を作り出し深い信頼関係を築くのに有効な手段です。 ね。例えばさっき僕とタケルでも、え、三重の人なの僕は地位半分三重なんだけど、っていうだけでちょっと安心感増したりとか、まさか例えば今日偶然出会った隣の席の人が同じ高校出身だったとか言われたら、もうその時点でマジかーってなったりしますよね。人って、キーワードこれですよね。共通点があると、すごく安心感が湧いてくる。ので、 この共通点を意識的に作り出すのがペーシング。で、テキストその下。人は何をペーシングすることができるでしょうかペアで話し合ってみましょう。って言いながら、その下にほとんど答えが書いてあるっていう変なテキストなんですね、これね。完全にプリントミスですけども。そ,その下に、ね、ほとんど書いてあります。目線の高さ、表情、話し方、テンション、声のトーン、呼吸、合図地のスピード、話のスピード、 体勢動きとかいいんですよ。ね、相手が足組んでラフにこうやって話してたら、こっちもさりげなく足組むとか。動きとかいいですね。これあの、ちょっと心理テクニック、テクニックっぽくなるんですけど、例えばあの、ちょっと狙ってる女性とかがもしいたらね、デートに誘った時に、こう、相手がコーヒー飲むのと同じようなタイミングでさりげなくこっちも飲んで、うん。相手がコーヒーを置くのと、 同じタイミングでさりげなく置くみたいなことを、さりげなくさりげなくこうやってやってると、無意識のうちに安心感が作り出されたり、うん、オーダーする商品も、あ、僕も一緒でいいですっていうだけでも、ちょっと安心感が生まれたりとか、これ明るさまにやるとね、こいつなん,かな,んかな,んかなんか変な感じするなって思われるけど、これで、ね、さりげなくやると、相手との間にすごくしあの安心感生まれたりします。 ね、次に会う時の服装とかですね。なんかヒロさんいつもジャケットで来るから、今日ジャケットで来ましたとか。僕あの、あるね、YouTube 頑張ってる女の子のコンサルとかやってるんですけど、そいつあの、普段ジャケットとか絶対着てくるやつじゃないのに、この前コンサルするときね、えらいジャケット着てきたんですよ。どうしたの今日ジャケットなんか着てって言ったら、いや、今日ヒロさんいつもジャケットで着てくださるんで、私も着なきゃと思って,って。やっぱ嬉しかったですよね。 そうやって安心感、信頼関係作られていったり、趣味思考なんかバッチリです。もう、ああ、空手好きなんですかとか、ああ、私も音楽好きなんですとか、ああ、私もね、ハワイ大好きでとか、そういうね、趣味思考。あるいは家族構成、子供の数や構成。メールの頻度、絵文字。これめっちゃ頷いてるけどさ、これってペーシングだよね。相手がスタンプ送ってきたらこっちもスタンプで買え。とかね。要は、 なんかせっかく向こうが頑張ってねって送ってきてくれるのね、絵文字を。ありがとう、丸。だけだと、現代は冷たく感じるんです。んで相手が絵文字とかスタンプを送ってきたらちゃんとこれも返してあげると、ベーシングになったりします。これすごい大事ですよね。 あと、流れる空気感だったり、夢や目標、過去の共通体験、好きな異性のタイプ、そして何よりも、一緒にいるっていう、共に歩み、一緒にいてくれることってここに書いてありますけど、これこそが最高のペーシングになるよ。うん、つまり、まあ、簡単に言うと、相手が話してる時に、楽しそうに喋ってたら、まずは笑顔で聞いてみたらいいし、うん、テンポよく喋る人だったら、うんうんって、テンポよく図手打ってあげたらいいし、 ゆっくり喋るタイプの人だったら、そうってゆっくり話聞いてあげたらいいし。うん。これをできるだけ合わせていく。っていうことなんですね。で、よくある質問です。ここ大事です。めちゃくちゃもう、すっごい大事なこと言います。あのね、そんな相手に合わせてばっかいたら疲れませんって聞かれます。うん。結論を言うと、めっちゃ疲れます。 そうなんですよ。最初のうちは特に相手にこうやって合わせなきゃいけないんで。でもね、これ合わせてるうちに何が起こるかっていうと、まさに短時間のうちに信頼関係が作られるんです。YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それでは行ってらっしゃい。